浅村くん、お風呂空いたよ。次どうぞ。ああ、うん、ありがとう。もうちょっとしたら入るよ。うん、あと浅村くんだけだからお湯抜いといてね。はあ、いいお湯だった。風呂上がりの綾瀬さん、色っぽくてたまにドキッとするな。で、温まった体には冷えたフルーツ牛乳が最高っと。え？あ、おいしい。何見てるの？あげないよ。綾瀬さん、本気なの？風呂上がりはコーヒー牛乳でしょう。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。コーヒー牛乳？いや、フルーツ牛乳でしょ、普通。普通って、まるでコーヒー牛乳派が異常みたいな言い方しなくても。そこまでは言ってないけど、眠れなくなるから夜は普通コーヒー飲まないでしょ。でもフルーツ牛乳は甘すぎるよね。寝る前に甘いものはまずいんじゃない？そんなの歯を磨けば済むじゃない。カフェインがないだけマシよね。違うよ、程よくカフェインを取ることでバランスの良い睡眠が取れるんだよ。こっちはフルーツの成分で翌朝のお肌の調子が変わってくるから。はあ、ラチが開かないね。とにかく風呂上がりはコーヒー牛乳が至高なんだって。ううん、うん、フルーツ牛乳よ。のど越し爽やか、究極の飲み物だもん。どうやら俺たちは分かり合えないみたいだね。もういい、風呂入ってくる。何なのよ、フルーツ牛乳が一番に決まってるのに。で、なんで私こんなことでムキになってるんだろう。兄弟みたいにくだらないことで喧嘩して。ああ、もうとにかく後で浅村くんに謝っとこう。ああ、いいお湯だった。あったまったな。ねえ浅村くん、さっきのことなんだけどね。風呂上がりにはやっぱりこれだよね、コーヒー牛乳。あのね浅村くん聞いてる？ぷはー、うまい。五臓六腑に染み渡る。あ、浅村くん、これこっちにアピールしてるな。コーヒー牛乳よりうまい飲み物なんてこの世にないよな。なんだか今の浅村くん、兄っていうよりも。浅村くん、そのコーヒー牛乳一口もらってもいい？え？もう別にいいよ。はい、ありがとう。うん、確かに美味しいね、コーヒー牛乳。だよね、気に入ってくれたなら俺も嬉しいよ。まあお風呂上がりに悪くはないかも。私のフルーツ牛乳も飲んでみて。うん、もらうね。おいしいでしょ。結論、どっちも美味しいよね。コーヒー牛乳もフルーツ牛乳も。そうだね。ごめん、さっきは小さなことで意地張って。私の方こそごめん、好みなんて人それぞれなのにね。うん、あ、でも綾瀬さん、なんで急に？変な話、さっきコーヒー牛乳アピールしてた浅村くんがね、まるで。まるで？ちっちゃな弟みたいだなって思って。ちっちゃな弟？俺が？そう、それで姉としては可愛い弟に優しくしてあげようかなって。あ、綾瀬さんが姉？本当にそういうことにしちゃおっか。案外うまくいくかもよ。いや、弟はどうなのかな。っていうか明日も早いしもう寝るね。こーら、甘いもの飲んだ後は歯を磨かないと目でしょ。忘れてた、じゃなくてこれからするところだったんだってば。うん、やっぱり浅村くん弟の素質あるよね。見てくれてありがとう。チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。はーい、ゆうたくん、ご飯でちゅよ。
それは姉っていうかママじゃない。